皆さん、こんばんは。まあ、とりあえず始めましょうか。回数的には、アイアンクラッドを2回くらいやればいいのかな。まあ、1回だけやって、ローテ再開してもいいけど、気分的になんか、連戦したいな。ああ、ちょっと行く前に、いや、いつ話そう。まあいいや。とりあえず始め。あ、いやーなんか、喋りたくないなー。配信中に。ええし、少ないから今か今話しとくか。ねー。土曜日、なんか勉強会とか、まあ、レンゲちゃんの並走企画に参加したりとかで、まあいろいろやってたんですけど。まあそん時にすごーくなんだろう。なんかこう。なんか減らっちゃって。まあちょっとそん時の。エラリオがあまりにも見苦しかったのか、ちょっと各方面から苦情入ってしまって。さすがになんかこのままだと身を滅ぼしかねないって、強くなんか自覚したんで、しばらくなんか勝利とか抜きにして、なんか精神面鍛えることを重点的にやりましょうだって。一回やりながらどういう風にすればいいんだろう。まあ、ちょっと昔買った本とか、まあ、少し読み直したりもしたけど。まあ、こういう状況になって、なんか自覚できるかどうかだよね、まず。自分がなんか頭に血に上ってるかとか。なんか思考が悲観的になってるかとか、いやまあそういうの気づくのって結構むずいからね。一応なんかまあ頑張って抑えるつもりではあるけど、それでも無意識のうちに多分減ったりすると思うから、タグに一つネガティブって追加。不安障害とか、なんかうっとかそこら辺まで行くと、やりすぎな気もするから、まあこの程度で。このくらいで多分ちょうどいいでしょう。こういう風になんか怒られちゃったってことに対してもやっぱ来るもんあるから、でもやっぱそういうのを注意してくれる人ってやっぱ大事にしなきゃいけないからね。なんかもう見放されちゃったら終わりだから。頑張って、なんか。普通に言えばなんかちゃんとなんか改善してくれるって、なんか期待してくれって期待も多分あると思うから、まあそれに、しっかり答えてやんないとダメだね。まあ、ちょっと、性分上の問題だから、完璧にと行くのは、まあ、難しいかもしれないけど、まあ、抑えることはできるはずだから。こう、なんか思っても。
じゃあ、ま、前置き、この辺にして始めますか。最初の方、なんかこんなつまんない話、まあ最初の方でサクッとするのが、まあ一番いいからね。お時間取らせてすみませんでした。じゃあ始めましょう。なんか1年かそこら前くらいに1回なんか俺やばいなって思って1回なんか改善しようと思ったことあったんだよな。なんかその時どうだったんだっけ、おやめになっちゃったのような気がするような。一クレア結局カードもらうか交換するかなんだろうけど、まあでもランク悪かったらなんすっつうかボスリーだとやっぱ上振れはもちろんめっちゃ強いんだけど、これが一番悲惨だから、まあ他のオプションが良かったらもう選ぶけど、まあ最大 HP10% 払って無色レアなら多分十分強いはずだから、ほとんど拒否してんだな無色レア。まあ最大 HP と一緒に出てないっていうのがまあ大きいだろうけど、下振れ少なそうな方選ぶか。あ、収穫上振れた。まあこういうなんか上振れ引いて負けた時にどうか、どういう風に捉えるかっていうのが多分一番大事だと思う。教会リと言ってもいいな。でもショップ行かなきゃいけないのか。あと報酬は左右されるか、だいぶ。から始めてもまあ十分だと思うけど、いやーなんかこういうところ別になんか、今の課題って多分報酬っていうよりなんかメンタルとかその辺だと思うから、あんまり真剣に考えたくないってのも間違ってるだろうけど、なんかほどほどにしたい。おお、いけそうは、いけそうだよな。ここと合わせてショップとランカとランカで、まあ、ここ倒して2休憩にエリートやる。食らってもよかったか。縁もあり。でも威力高くていいんだけど、エクサ意識すんなら怒りかな。せーの見て怒り。
ットに入れ替えて、めんどくさいな。ただ一発当たりに威力低いから、まあラガとかにはちょっと不利よ。アタックとウィズ変革か。こいつもギリギリできるか。ブロック過剰だよな。で今痩せ買うも、あしかもこれと一緒に買えないな。アタックポは境界リード突破にも必要で、ゲストボスプレがだるそう。だいぶこれも含めたな。アタックポが引くタイミング次第でもある。消しちゃったな。あーしかし6なのがね、アイアンウェーブもなんか無駄ピックな気がすんな。なんか今の課題潰したらちょっとカードを徹底的に絞るとか、なんかと逆に取りまくるとか、ちょっと極端なことをしてみたい気もするのよな。アイセーラが。やっぱり複製できないでしょ。奥奥。クラッシュ使えるかな。このターンはとりあえず出るけど、一番リターンでかいか。ちょっとその引き痛いな。痛いけど、まあ神格パワーで乗り切れると。まあ意味ないキス。降りたくないカードばっかだな。回数アップしないと、ちょっとこれだけじゃヘクサに勝てるか。まあでも神格化が実質筋力プラス3みたいなとこあるから、やっぱり連打してりゃ勝てるかな。でも今アップルスリーミーがそんなにないのも事実なんだよ。まあでもこれだけぐらいは上げてもいいか。
角より前引いた時に落体中央延長できるのが結構あ、ここでなんかザコとひたすら戦いまくるのも手だけど、やばい敵出た時に進化か早めに引けないと被弾防げなさそうだしな。ロック自体がスノブロック自体あるからなんとかなったりするか。あんまり普段やりたいことやってないことやりたくないな。ウェーブあるから一生は良さげだけど、これアップグレするもんもあんまないしな、うん、だからあんまり休憩踏みたくやゆりだったんだけど、ここで5連戦するとちょっとそこまで戦闘得意ってわけじゃないから、途中でなんか果てなりそうやって結果弱くなっちゃったみたいなことにもなりかねんから、だったらまあ参戦会だったらまあアップグレなしでも多分いけると思うからでいこうかな。あ、それいや無理無理無理、ほとんど飛んだな。あれも一応1くらいか。スペシャルならまあいい。のやつあるから優れエリートだと結構不安な意味あるな。いる？どう？あ、なんか入れた方が良さそう。火力足りないから、どうだろう。もしも2つ切る羽目になりそう。多分1分じゃ死なねえから、で被弾減らす必要ある。あ、ごめん死んだわ。無駄だった。辺の評価も、うん、正しくないな。でもあれでも引き次第だもんな。防御ばっか固まってたら、うん、結局大量に避難することになるし、ちょっとその辺の計算もうちょっとした方が良かったかな。だけだからまあ
なんちゃ簡単だけど。今のところ全然火力出てないな。一生無駄に上がってるからし、まあ筋力も下がってるから、あれインフェルノは1回くらい耐えられるだろうけど、その前のやけどが上にだいぶ固まって、これリシャッフル入れたくない。ここだ。いや、こっからだな。ここからやけどがどんだけ固まるかよ。すでに十何枚あるからな。お任せた。なんか捕食か、なんかクソ弱えからあんま取りたくないんだけど。というか、ブロック進化化となんか受け名が武装解除でまあまあ粘れる方だからあった方がいいかな、これ。死神をまあ筋力の受けとして、筋力系カードの手皿として取っておくか。結構出そうだから、まあなんか粘る余裕はまあ相手によるだろうけど、ないことはなさそう。休憩まあまあ使える目だから、死神にポイントを預けることはあんまないのかな今のところは。ドラ、ストライク2枚アップグレス済みがもったいないけど、まあどうせアップグレスされてようがされてないがあんま変わんねえし、パンドラでいいか。ブロック自体も受け名がアイアンウェーブ不動ってまあ揃ってるし、でも防御プラス結構強いから、それ考えるとあんまり、いやーでも、今火力自体足りないからな、強いアタックがまあまあ必要めかもしれない。風神とかあの音返ってくるか、結局アタックはまあまあなんか良さげなもん拾えたけど、出るのかと言われたらではある。トップ行きたいから多分右からのスタートで、ここの2エリート突破しないと多分ルート的に弱いよな。どうしよう、これ使うか。次のターン多分被弾しそうではある。草津入れたら倒せたりする？
東海獣入れてアッパーカット入れて、これが10ぐらいだから、10、13で23、38、残り58で、次逆殺242足す15、50、なんかちょっと足りない。多分13足す10足す42かな、逆殺が。80くらい出るな。いや80じゃ1足りねえんだって。いやあれか、捕食18か、18だからいいのか。スラ不動一応あるな。でも不動と取れなくなったら、不動と受け流しかない。不動と隣に引きつつ、なんか神格化とかも絡めれば、まあ結構フロントロードとしていいダメージは出してくれるから。おや、欲しいね。おや、医療機と削除いけないか。欲しいな、悪女よりも。ポーションは今落ちたのか、確か。あ、まあ、やっぱ違うかも。よく欲しいな。3は扇風陣しかないけど、その扇風陣がかなり強そう。パワーポでも良さそうだが、こうしてみたらなんかポイをやりすぎな気がしてきた。おとなしくなんかランページあたり消した方が動物強そうだったけど、オーションでごまかせるかな。いつ引くかにかかってるな、だいぶ。のが強そう、エリートは。エリート対策になったら。チャンス。出したら死ぬな。
なの混じったせいで倒しきれねえ。これならちょうどいいか。いやーゴミゴミ原子神格化先引きできれば原子プラスになって保留することもできるからこの上なく強そうでもある。今スノブロックも足りてなさ気味だからまああっていいか。体力結構あるけど破壊した方が得だな。誰から倒すかもんだ。43で好きなやつ倒せるけど、まあ12食らってもいいか。同時に来ちゃったか。あ、でも2回打てる。まあ被弾してんの良くないな。もう与えられたくないから捕食引いてもよくないから今9。あれ一番中途半端なことしちゃった。いつも鬼門だからもはや。ケビ、ケビ公開。え、刺し傷痛いな。したくないよりだな。よく飛ぶのもだいぶ痛い。が痛いんだけど、これは医療キットで消せるからあんま問題にはなんないけど、いやこれでも削りたくないな。あんまないと結構火力怪しいからな。ないとダメか。なんかめっちゃまともに刺されてんだけど。てかポーション1個くらい使ったら。遮血あるからまあこれはいいか。ポンネルが大事か。
波少ねえ。死ぬ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 。今死ないけど死ぬ。なんか繋がった。でもちょっと足りないな、もろもろ。ターメイト圧力がマジで強すぎる。銃だっけこれ。マジこれ辛いなぁ、その引きは。2周目事故ないためにもポヨ絶対必要なんだけど、ここで使わん、原子スルーするといらん。なんか落ちないとダメか。2周目が弱すぎるもん。今度はエナが足りねえ。こちらの引き順もなんか噛み合ってねえしな。これは倒せる。プラスもまあまあそうではあるけど、こっちの方が強いか、さすがに。アンプどうやって倒すんだろあげるか。ここ行くタクがなくなってしまう。アンページで頑張ればいいか。今回だけなら。金がどんどんなくなってくる。となると内容のアイアンウェーブとかは消せなくて、あの音拾えたらな、一気に化けそうではあるけどな。原料引けてないから、うん、あんまり当てにしないほうがいいか。多分なんかポンベル、ランペポンベル、ランペみたいな感じで打つデッキな気がするから、今回は。そうなると怒りって結構機能的に邪魔だから、まあ結節はあるけど、
レムリンリーダー、次エリート組んでグレムリンリーダーだった場合、結構苦労しそうっていうか、誰でも苦労するな。なんであの様だったからな。北海道積んだ本でかなり火力不足で死んでたから。ジャガーノートが一番あれか、余計か。この大概嫌なんだけど。まあ一番ポヨいらない相手ではあるんだけど、次のターンもこいつ倒せない保証ないしな。禁止は入れなきゃ即死だから。ああ神格化するする手ある、まさか。グレムリンリーダーって攻撃しない頻度高いから、原子あんま無駄にしたくないんだよな。こうだな、やっぱ。ポヨスルーが結構響きそう。原子、次の山で行くか。こいつ割と本気になんないと勝てないと思ってるから、割と本気で処さないと勝てないと思ってるから、結構なんか、まあ次原始だからこいつはスルーしていいか。10ダメージくらい与えちゃっていいのか。何かあった時のために温存するルートだけど、ああ割と最悪だなそれ。ミニオンの処理が間に合ってない。一応コンベルこいつに当てて扇風陣すればまとめて処理はできるけど、シャケツ先打つと扇風陣引いた時のリターンがめっちゃでかいからな。マジかよ、こうなるとこう打たなきゃダメ。なんかチクチクが痛え。よく飛んだし。誰でもきついかこいつじゃ。あ、いいのもらったけどもう戦闘があんまないや。リップできるかな。これ増やさない方がいいか。
あ、ちょちょちょ、それ無駄だって。指はもう打てない。炎症もない。よくいけるか。おお、なんか頑張ればいけそうだな。てかいけるか。趣旨が全く分からんで一気にな。ジャンプの攻撃しのげると思えないんだけど、そもそも。原子5ターン分と受け長とこれ以上だもんな。どうとかあるけど、いやー、ランゲージ育つ前にこっちの体力が。もう原子来んなよ。原子このターン来るのマジで無駄以外の何もでもないから。原子全部使えないじゃん。最悪だなこれ。丁寧に進化化を求めてるし、全部恨めったよ。どうしよう。なくて、ブージーもポンベルも消したくないな。風呂も消したくない。やりた方がいいよな。なんなら捕食とかもやれちゃっていいよな。もう2分の1ガチャ外れ。嬉しいな。いや、あんま消したくないよりなんだよな。まあ消していいカードあんまないけど、パリウェーブーって消えればいいんだけどね。あれさ、いつまでだって、いつまでも手札に持ってるわけにもいかんしな。
でもブローとか消すの、いやでもこの辺自体が邪魔になってるって説あるからな。うん、ほっとく隣に来たら消すけど、これちょっと良くないか。そろそろ筋力上がっちゃうか。いやーこれボディスラム黒に引いてたな。やってよかった。ロックもない。いやこれかなりまずいな。あーボディスラ捨ててウェーブだけ打って、無理くせー、そうだな、多分もうテナが1本しかねえ。統計とはほど遠いな。よいしょ、相手の攻撃受け切れるわけないから、まあ、ランテも打って似合ってなさそう。強打はある。いやワンピ引いても足りなくね。25% 引く。運命力のなさ。でもランページでも足りてない。圧力入ってるか、そもそも圧力入ってんじゃ無理だわ。なんかなんか何も感じねえな、思ったより。範囲ダメだ。範囲探す気すら起きねえ。なんか探すとすごい多分減らるから、なんかもうなんかこういうのもう範囲とか探すよりもなんかなかったことにした方がいいかもしんないな、今は。理解るより。タイミングかな、強いて言うなら。
ルとか、なんだろう。リビ何回か重なったと思うんだけど、それをいつ廃棄するかみたいなとこで。でもな、こういう戦闘でちょこまかしても、なんか結局、グレムリンこの辺のエリートめっちゃ苦労しながら進んでた感じだから。まあ多分、このチャンプの戦闘どうこうってより、デッキの組み方の方を見直した方がいいかな。この買い物とか。チャンプでのプレイング云々はそんなに重要じゃないかも。なんか最近パンドラ買ってなくない？思ったんだけど。まあ、初手パンドラ例外にしても、映像界のパンドラ負けだし、だかな、パンドラでしょう。ナムシードだとどうだったっけ。めっちゃ勝ってんじゃん。連敗するしたくらいで、なんか変な印象を植え付けるのやめようか。やる気失せたから終わろう。いや、あのゲームでもやる？あの第2戦でも、テストがてら配信してみるか。いやー、麻雀は配信は金曜だけって決めたんだ。いや、普通に終わろう。なんか、多分しばらくは連戦してもあんまり。あ、はい。多分しばらく連戦してもなんかいいことなさそうだから。一戦一戦毎日やるって感じにし。連戦、こういう負けた状態で連戦するのは、なんだろう、頭に血に上ってたりとかする可能性とかもあるんで、いや、だからこそ今やった方がいいのかな。もう一回やるなら、あいくらだね。あとは、まあ、なんだろう。今までイラついて、なんか負けて、イラついてたのって、だろうな、なんす、なんか本当は自分も結構なレベルあると思ってるのに、なんか思ったより勝率が出なくてイラついてるのか。なんか、合ってんのか。逆になんだろう、自信過剰になってるって説もあるよな。なんか自分の実力か、なんかこう、俺もなんか二流だ三流だとか言ってたけど、30段もうダメだとかなんかツイートしてたりしてたけど、本心ではなんかそうは思ってなくてというところだったりするは。
別になんか乱数の良し悪し、なんか自分ばっかりなんか悪い流れが来て負けるとか思ったことないもんな。なのでそういう系ではない。なんか自分ばっかりなんかきついシード当たりまくってみたいなことは思ったことないから、うん、そういうのではない。うん、でもなんかちゃんとやれば、ちゃんとっていうか、だろう、まあ冷静に、なんだろう、正しい判断ができれば、その正しい判断さえできれば、まあちゃんと、なんだろう、どのシードもなんか6割7割くらい勝てるのに、なんかそう、実際はなんか4割5割しかない、ギャップがなんか一番嫌って感じなのかもしれないな。なんかあんまりその考えずっていうのは違うけど、まあなんかそういう高い勝率とか、まあ、期待しないで埋めてたら、割と意外とそんなに感情が動かなかったっていうかな。そこまでひどく落ち込んだりとかはなかったから、だからなんか、完璧っていうか、まず根底になんか自分は本当はもっと強いんだっていう思いがあって、なんかそこをそれなのになんか3割4割くらいしか勝てないから、それでもう動転してるんだな。まあまずその思い上がりをやめることかな。多分なんかもう前でツイートしてたのもなんか、なんだろう、ただの、任せっていうかな。任せみたいなもんで。多分、ただ、本心では多分そう思ってないみたいなところあるから、こういうのと、あとまあ焦りなんかも多分すごいあるんだろうな。自分よりも後で始めたっぽい人もなんか次々と自分の勝率を追い抜いちゃってるし、うん、多分このなんだろう、勝率自体は年前くらいも出してたんだけど、自分なんかそっから、ずっと止まったままだからな。こういうところの多分焦りもあるんだと思う。まあ、多分今まで通りやってても少なくとも上達することないから、まあちょっとまずは心の持ちようを変えて、多分今までの考えで言っても精神的にやられるだけだから、根本の考えから変えて、まあもちろんなんかプレイ磨くことも忘れずにしなきゃいけないけど、カードの絞りとかこの辺もやっぱなんか課題やっぱあるなって感じたし、無駄ピックとかも、なんか時々このピックいいのかなと思ったりするし。
まあ同じシード何度かやり直して気になったのと違う選択したらまあどうなるかっていうのをまず試して、まあそっからなんか自分の癖とか分析とかもして、いやでもやっぱあんまやんない方がいいかもな。まずなんか負けてもあんまり動じなくなることかな一番は。あでもあんまりなんか負けすぎて連敗しすぎてなんか最初から投げやりになるのも良くないから、まあそこも含めてだな。まずはちょっとな少しずつ時間かけてゲームの向き合い方を変えていこうと思います。うん、連戦したら多分いつもと同じだから今日はここで区切りましょう。またなんか別の日にやったらことあるでしょう。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。